さあまず、青柳のサーブから試合が始まります。ドルーズ、山崎のサーブ少し崩れてヒックマン、これは長いコース、背番号6の山口です。を作ってイメチェンをして試合に臨んでおりますドルーズなる攻防になりました。ストレートで内瀬戸がブロックしましたね。内瀬戸も守備も攻撃も本当に何でもできる職人というような感じになってまいりましたね。移籍してきて2シーズン目になるんですけども、移籍してから本当に攻撃の機会もかなり多く、さあその内瀬戸のないバレーをしますね、おっとこれは追いつけない、今日のホームゲームということでお客様が盛り上がりも埼玉行がポイント入ると ねすごく会場全体が盛り上がっております、で3シーズン目を迎えています。こんな頼もしい選手が3年もシーズンに在籍してくれるというのは、サンティアゴです。身長は195センチあります。大きいですね。試合の序盤6対4で埼玉アギョが2点リード。これは落としていきます。ブロックが良くないんで、今みたいなフェイントボールも 対応できてないという現象ですね。ちょっと硬さがあるんですかね、それと、簡単に言うと、成長を感じたシーズンだったということです。わかりますね。さあではこの山崎のトスワークにもちょっと注目してまいりましょう。青柳、これはドルーズです。ブロック2枚飛んだんですが、ものともせずという感じですね。そうですね、やっぱり左利きということで今のクロスを打たれると、ブロッカーとしてもされます。これは返すだけになる。おっとこちらもちょっとやや崩れて返すだけになります、さあ立て直して青柳、さあ内瀬戸が追いついて打ってますね。佐藤、もう一度ないでしょうね。ではこのセッターがどこに上げてくるかというところも一つ両チームポイントになりますね。そういうことですね、これは小畑が上げます、さあ山に仕上げて内瀬戸、おっとこれはまた返すだけになってしまいます。埼玉上尾はチャンス、もう一度ドルーズ、しかしこれ青柳が182センチ、さあこれをブロック、ドルーズちょっと出だしからちょっと重いですね。ちょっと本調子ではなさそうですかね。おっしゃる通りそういうことだと思いますね、力強いサーブになります。さあネット際、さあこれ落ち着いて返します。ドルーズ、力強いサーブになりました。内瀬戸、もう一度このシーン見ていただきます。もうワンブロックなところうまくクロス打ちしてます、内瀬戸のテクニックが光るプレーでした。山岸追いつく、しかしこれはサンティアゴ、おっとこれはがミス出るきっかけを作りましたよね。やっぱりタイムアウト明けのサーブとかってちょっと打ちにくい部分ってあったりしますか？そうですね、ちょっと緊張する場合がありますよね。試合の全般でとにかくタイミングを
間合いを取ろうという考えでの本数が多い、ね、この後のブロック注目ですね。はい、やや崩れてしまいます。これは強烈ですが、よく返しました。青柳、さあ小畑が拾います。柴田はもう一度ドルズ、これはもうどうしようもないですね。そう、今のはね、ストレートに力強い、はい、ブロックがねちょっとコースに出てないですよね。なんです。フラビューのドレンネ、ドレンネのサーブ、さあこれはドレンネ、さあラリーまだ続いています。あっとこれは追いつけない。プラス、さあタイムアウト開けます。佐藤、これも力のあるサーブです。さあ打ちセット落としていく、カバーします。和田後ろからもう一度上げて、さあ今度は山岸カバーします。打ちセットもう一度、あっと、行くとどうしてもスパイカーっていうのネットから下がる距離がだんだん短くなるので、はい、トスが乱れてくると合わせづらくなりますよね。が入ってまいります。でルーキーながらのもう開幕で早速チャンスを掴んでいる、そういった選手になります。日本体育大学から、入団してまいりました。短く落とすサーブ、さあフェイントしていきますが対応していきます。内瀬戸ドルーズ落としていく、しかしこれはカバー、岩沢上げてドレンネ、あっとこれ落ちてしまいます。これは外れてしまいます。鎌田がサーブを打ちます。ドルーズ、やはりもうあの試合の前半とはもう全然違いますね。ドルーズの力の乗り方が、さあ今度は落としてくる、山岸追いついた。ああそうですね、このポイントが、打ち手とのサーブ、いや短く入っていきます。ドルズ、ヒックマン、ドレンネ、さあ小畑がカバーして、ドルズ落としてきますがよく追いつきます。長いラリーになってきました。ドレンネで行く、あさあドレンネ、これは決まります。打点が高いしコースも幅が広いですね。今もいいです。さあ点差は2点、第1セットの終盤、おっとこれはうまい、ヒクマンのサーブ、青柳、これはつないでいます。ブロック、さあ柴田が上げて和田、お粘ったですね。非常に高い選手です。佐藤、これは拾えない。